こんにちは、ナフタロウです。ソフトエアガンリボルバーを紹介します。イオンのゲームセンターの UFO キャッチャーで1400円とか500円ぐらいかけて撮った記憶があるんですよね。まあ、でも見た感じはすごい安っぽいプラスチックな感じなんですけれども、そこまでね悪くないような気もしないでもないんですけれども、はい、ここに44モデルってあのシールが貼ってあるところがなんか安っぽくていいですよね。でこっちは右側ですね、外観。このボタンはマガジンリリース。おお、自重デラックス仕上がりましたよこいつ。おお、自重。おお、ちょっとあれですね。ああ、一応自重落下ということで、憎いやつということでよろしくお願いします。これがコッキングするレバー、コッキングレバーですかね。はい。うん、重厚は真っ赤っていう感じで。こっち左側ですね。うん、特にはなくて、これトリガーですね。グリップは結構、うん、見た目もいい感じで握りやすくて、まあでもちょっとなんかカラカラしてますね。で弾がですね、これ2種類のタイプですね。こちらの2種類のタイプ、こうナーフ的な、スポンジダーツのと、あとこれがちょっとですね厄介でですね、こう胴体がプラスチックで成形されていて、先端にゴムですね。これはちょっと、うん、危ないかなっていう気はするんですけど、スポンジの玉から遊んでみますか。普通にこうやって先端から入れてコッキングして、おお、結構飛びますね。うん、まあ弱いですけどね、あ、普通のナフの純正の弾ですねこちらは。弱いですけどね。部屋縁なら別にこれぐらいがいいのかなっていう気もしないでもないですけどね。アキュストライクダーツ飛びますかね。コッキングはそんなに重く、全然重くないんですけれども、コッキングレバーの形状がちょっと指に食い込んで痛いですね。これはどうにかならんのかなっていう気はしますけれども。おー、調子いいですね。問題はこのね硬いやつ。あー、怪しいですね。危ないと言いますか。こんな感じで、はい、入れていきます。これはやはりプラスチックでできている面が、はい、これでいきますか。ちょっと打ってみますか。うわっ、はあ、やっぱ危ないですね。正直な感想としては、ガッ、ということで、クレーンゲームで撮ったソフトウェアガンリボルバーでございました。はい、初速はですね12ですね、12でした。はい、まあ、13近くなることもあったんですけれども、はい、まあ、長さがですね35センチですね、35センチ縦が、16センチ7センチ17センチぐらいでしたね。結構長さがあって、ずっと体は、長いなって感じはするんですけども、めちゃくちゃ軽くてですね、見た目はあのすごくちょっとね安っぽいプラスチック感があるんですけれども、まあでも、部屋内で遊ぶなら
全然悪くない感じですね。もうヤフオクとかメルカリとかでたまに見かけたり、もしかしたらまだね UFO キャッチャーであるかもしれませんのでね、探してみてはいかがでしょうか。はい、結構こうバレルが長くて結構見た目私的にはいい感じだと思いますけれどもね。はい、まあ、物好きな方はぜひどうぞ探してみてくださいということで、今回もご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。はい、ではまたお会いしましょう。バイなら。